久保さん、さすが哲郎ですね <laughs> 普通だったら何もないんですかみたいなねなんかくださいでしょなんかくださいみたいなね無料プレゼントあげますプレゼントないですないんですか詐欺ですかみたいなね <laughs> ま久保さんから昔ねなんか30秒ぐらいで吉田さん雪が降ってます終了みたいな動画もありましたからね <laughs> ここはどこでしょうみたいな感じ <laughs> そう。そう、あの、し、なんだ、死ぬ、死ぬか。その研修もまあまあ、いい研修ですね。まあね、だ大抵の人は、まあ、久保さんは例外だと思いますけど、大抵の人は体験しないと分かんないんで。うん。そう。うん。だから、あの、僕が好きなね、あの、僕一番最初、その、 なんだ感銘を受けた本があって、毎日が冒険にしましょうか、今回。高橋歩さんっていう人がいて、まあ、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうね、言葉が高橋歩さんの言葉にあって、まあそれパクってね、ドリームアカデミアのコンセプトにしてるんですけど、で、その毎日が冒険の本の中にもね、なんかその自己啓発の,あの,その合宿みたいなのに参加したあー体験談が書いてあるんですよ。で、その体験談って、 隔離されるんですね、まあ、携帯没収されて隔離されて、まあ、移動してなんか偏僻なね田舎にねいきなり下ろされるんですよ。でとりあえず、まあ、その研修の課題があってね「でお前らあのとりあえず1,000円稼いでこい」と。<laughs> で1,000円もしあの夕方まで稼いでこれなかったらあの置いていくと。 で、財布も没収してるし、携帯,だ携帯も没収してるし、もう本当にもう田舎のね、偏僻なとこに降ろされて、もうスパルタンですよね。で、1000円稼げなかったら、置いていくと。で、そこでね、まあ、みんながね、もう大丈夫かこれ、これやばくねみたいなこ、これ大丈夫なのみたいな。で、最初、なんかあだこだ、みんな言ってるんですよ。だけど、さすがにもう、置いてかれるってなってるから、一、まあ、人、二人ね、動き出すんですよ。 俺ややってくるるみみたいな何をやるんだみたいいなな何をんだこの田舎でこの,この田舎でどうやって1,000円稼ぐねんみたいなね <laughs> でねなんかあの1人がなんかその民家に行ってね「おばあちゃんと掃除やらせてください」みたいなみたいな <laughs> とかやったりとか何かいろいろとねその限られたその民会に行ってアポイント取ってなんかやらせてくださいみたいな。 働で、一人がね、おい、1000円稼いだぜみたいな。マジでみたいな。えどうやったみたいな。いや、こうやったみたいな。マジかみたいな。じゃあ、俺もみたいな。お千1000円稼げたマジかみたいな。つ後に続けみたいな感じで、みんな、まあいろいろね、なんか試行錯誤して、結局、1000円みんな稼いで。で、バスに乗るっていう、<laughs> なんかそういうね、研修があるんですけど。 要はその状況になってみないとねやっぱ分かんない人がいるというかまあ久保さんとか僕なんかまあなんか日々稼ぐなんか当たり前じゃないですかなんかもう稼ぐ稼ぐのは血液みたいなお金は血液みたいな感じはあると思うんですようんみんなの銀行もやるしね <laughs> ちゃんとやるしうんそう1円ですら稼ぎに行くっていううん でもほとんどの人は、まあ、これみんなの銀行を紹介してて熟成、まあ、さんで一人ねメッセージもらったんですけど、まあ、知ってましたと知ってたけど、まあ、たかが1500円かとやってませんでしたみたいなね <laughs> 多分でもそのたかが1500円ですけどもしそのうやってなかった熟成さんがその状況になったら多分1500円稼ぎに行くでしょうね うん、だって置いてかれるんだから。<laughs> ねそう。だから僕は何だろうなあの今こういう考え方になったというかこうな,なれたのはやっぱ経験したんですよね僕は。うん。僕も今は経験しなくてもいいんですけど過去にまあ従業員を絶対雇わない。 とかそそうういう考え方になったたのも結局それを経験したし固定費を絶対上げないっていうのも固定費でその苦しめられたっていうのもあるしあと周りも見てきたなんかネットで稼げるようになってタワーマンに住んで破滅するっていう <laughs> 最初はいいんだけどどん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 あの売り上げがね売り上げなんか安定別に毎回毎回入ってくるわけじゃないですからで結構固定費は高いみたいなうん で、破滅するっていう人も見てきたし。だから僕はもう絶対固定費上げない。うん。そう。でも固定費を上げない分、他にお金回せますから。でも固定費が上がって、固定費が高いし、他のものも手に入れるよと思ったら2倍稼がないといけないので、固定費分も稼ぐし、他の分も稼がないといけないので。うん。そう。 ままあ僕僕はは経験しして学びましたね僕は最初から分かってたわけじゃないしまあそのビジネスの考え方とかもまあここになんかね堀井さんのハったりの流儀とかねなんかナポレオンヒル巨万の富を築く13の条件とか絶対大絶対大 達成マインドの作り方。覚悟の成功。まあ、なんか法則多いっすよね。法則。あとこれね。すぐにやる脳の作り方。すぐに。みんなすぐやれないからね。すぐにやる脳の作り方。まあ、僕はもうできるんですけど、みんなできないな、みたいな。また、あまあ、法則ですね。マインドの法則と まあ、ほあの本当に本も1000冊以上は目を通してきたと思いますし、まあ、1000冊じゃ聞かないと思いますけどねまあ僕はまあ元からできたタイプじゃなくて気づいたタイプですねいろいろ,いろいろ体験して気づいたっていう,う気づけてよかったなと思いますねこう気づけないままね生涯死んでってね で気づく頃は、なんだ、病院のとこでね、死ぬ前に、ああ、挑戦しとけばよかったなと、若い時やっとけばよかったなってって死んでいくわけじゃないですか。なんかこれ本当になんかネットで前調べてた時にあったんですけど、看護,婦看護師さんがその死ぬ前に患者に聞くなんか言葉5000とかね、なんかあったんですよで。やっぱりその、もっとやっとけばよかったなってみんな言うらしいんですね。 僕はもう結構もうやってるんでまあ後悔はないっすね多分うんもうなんか満足っていうかやったなみたいなうんそううんでもみんな多分やりきってないから多分そう思うんでしょうね だって実際にその17年前ですか17年前パソコン1台でなんか自由な生活を得られるって言ってそんな生活できたらいいなって思ったんですよねでも今その生活してるんでだからその自分の理想を今生きてるのでもう十分じゃないですかほとんどの人はああなったらいいなこうなったらいいなって理想は理想のままじゃないですか 理想は理想のままだし、夢は夢で終わるし、うん、大抵の人はね。うんまあ、僕はもうそれを現実化したので、もうそれ以上ないですね。うん。そう。でもね、あの、現実化し,して、生活して思うことが、不思議な感じですよね。なんか常に不思議ですね。なんか、おごると、なんか、 こんなの、なんか、いまだに思いますね。本当に。に。もう本当にオープンカーの Z4 乗りながら、もう思いますもん。俺の人生、なんか人生を走馬灯のように、なんなんだろうな、みたいな。なんでこうなこんななったんだろうな、みたいな。まあ、やってきたからなんですけど、なんか、いまだになんか不思議に思いますね。うん。あ、こんなことって本当にあるんだな、っていう。 それを実体験してるので、本当にあるんだ、みたいな。まあ、久保さんもね、目の前で見てきましたから、久保さんもこんなことがありえるんだな、みたいなね。コメント書いてたおじさんが、ね、こう、なんか、だから、久保さんの家に泊まりに行ったときは、なんかそう感じるものがありましたよね。あのコメントおじさんがこんななっちゃったか、みたいなね。だから結構ね、僕も教える側をやってて、その、僕以外もね、 そのお客さんの初,初動を知ってるわけじゃないですかなんか最初からできた人ってほとんどいないのでもうどうしようもないところからスタートして人生ガラッと変えてるんですよねなんかそういうのを間近でこう見ててああやっぱなんか人生ってほんとすごいなと思いますね変えられるんだなっていう <laughs> そう で、変えてる人は、まあ、ただやってるだけなんですけどね。で、変えられない人は、まあ、やれない理由をずっと言ってるだけなんですけど。<laughs> 変えられない人はね、やれない理由をまあ言いますね。まあ言う。本当に。うん。やれる理どうしたらやれるかを考えて、それしかやらなきゃいいんですよ。やれない理由なんか、1ミリも考える必要なくて、うん。だってそこになんか生産性ないんで、やれない理由考えても。うん。 なん,か初心なんだろうな、なんかその、うーん、そのしゃべるっていうこともね、なんか苦手だからとか、いや、苦手だからとか、なんだろうな、恥ずかしいとか、なんか、そういうのじゃないんですよとか、なんか、自分、そういうのって不得意でとか、なんかそういうのすげえあるんですよね。まあ僕はこの、顔出ししてしゃべるってことやってますから。 いやでもそうじゃないよな、というか、僕自身がね、そもそも喋るのできなかったし、僕自身も人見知りだし、だ昨日もね、昨日うどん食べたんですけど、なんかその、ね、ネギがセルフサービスでね、ネギがセルフサービスでいっぱいいくらでも盛れるんですよ。まああの、なんだ、うどんのあの、うどんのお店です。 でね、ネギ、ネギ僕好きなんで、ネギを目的に行った部分もあって、だけど、ネギコーナー行ったらもう全然ないんですよ。で、全然なくて、まあ、ちょっとね、全然ない中、ちょっとこうやって、こうやって、ちょっとやって、で、終わらしたんですよ。で、普通だったらね、すいません、ネギないんですけど、みたいな。僕、言えないんですよね。<laughs> まあ動画ではバーって喋ってるけど、素の僕っていうのは、その、ネギくださいも言えないんですよ。 恥ずかしくて <laughs> まあ一言ね別にそのネギなんか胡椒ありませんとかね言えばいいだけなんだけど言えないですよね恥ずかしくて <laughs> <laughs> まあそんな僕がねネギくださいも言えない僕がねなんか動画でブワーブワしゃべってるわけですよなんか何なんだろうなみたいなうんそうでもなんか 考えるとね、この動画って逆にその人見知りだったりとか、対人弱い人にとってはいいと思うんですよ。だってカメラに向かって喋るだけですから、ぶっちゃけ言うと。別に他、ここに誰一人もいないですし、だから人見知りでもできるだろうし、喋りが下手だったとしても、目の前に人が一応いないので、<laughs> やりやすくないですか逆,逆を。逆を考えるとね。一般社会行ったらね、人と対話してこう、人,人と,とコミュニケーションしないといけないじゃないですか。いや僕なんかカメラに人をいろいと喋ってるだけなんで、うんまあ、ぶっちゃけ言うと楽っすよね、これ。まあでも、慣れるまではね、慣れるまでは、まあ、しんどかったですけど、うん。でも僕がその、 動画始めどんな、どん、金のため、金を生み出すために、どんなスキルがあった方が将来いいのかっていうのを想定して、ずっとやってきたんで、いや、お金は大事、お金を稼がないと、まあ、飯食っていけない、家賃払えない、飯食えない。 じゃあお金を生み出すものでどんなスキルがあったらいいのかなって考えて別に自分が苦手とかやりたくないとか不得意とかじゃなくていやお金は必要であってじゃあお金を生み出すために自分はどんなスキルを持ってた方がいいのかまあコピーはやったからじゃあトークだなっていうコピーかトークかなっていう僕は思ったんでうんしかもあの軍資金がいらないんですよね やっぱ投資も、まあ飯食っていけると思うんですよ。投資のスキル身につければね。ただ、軍資金やっぱいるじゃないですか。そもそも借金あったし。そう。だから、軍資金ゼロでお金稼げる。まあ、逆に言うと、軍資、あの、無一文に、無一文になったとしても稼げるスキルって何なんだろうっていうね。無一文でも稼げるスキルですよね。無一文で。 いや、無一文でも喋れたら多分稼げると思うんですよね。まあもちろんネットを駆使しないとダメですけどね。まあでも訪問販売とかでもいけんじゃないですか別にいまだに。訪問販売でも。なんか。うーん。だってまだ、そのね、商品を売ってきてほしい会社っていっぱいあるじゃないですか。営業で売ってきてほしいっていう。どうすかってか、ほとんどの会社そうじゃないですか。自社の商品を お客さんに売って売ってきてほしくないですかだって売り上,上げ上げたいわけですから <laughs> え。じゃあ商品なくてもね、喋れたら、売れるスキルだったり喋れたら、商品いくらでもあるじゃないですか。だって会社って自分の商品、サービス売ってほしいですよね。<laughs> 誰かに。だから商品なくてもいくらでも商品あるじゃないですか。まあそのネットじゃなくてもね。うん。 だから喋れた方がいいしセールスできた方がいいし、うん、何なんですかね、うん、はいいってらっしゃい。